ちは、沙織です。今日もですね、ヘダクモールさんにお邪魔しております。で、今日はですね、私初企画150点以上を目指して1ゲーム投げてみたいと思います。今までね、点数縛りって私やったことなかったんですよ。なのでちょっとね、そろそろ150点から行ってみたいなと思っております。あ、緊張する。なんかそういう点数縛りとかっていうだけでなんかプレッシャーかかる。めっちゃ弱虫メンタルなので、まあ、メンタルも強くしたいのでね、若干自分を追い込む企画もですね、はい、やって、まあ、楽しみながらクリアしていけるように頑張っていきたいと思います。では早速投げてみます。4番8番が倒れちゃったので、また立ててもらいました。ということで再開しましょう。あー、やばい、曲がらんな。っていうかストライクの後を生かせた感じだ。どうしてもさっき裏だったのか。まあまあ、もうラッキーさんがこのラッキーを生かしたい。すげえ。あ、いいよ。いいよって自分を鼓舞するスタイル。私とかだとさ、もうストライクが来るだけでさ、嬉しいさ。それだけでテンション上がるさ。ストライクいっぱい来る人は普通なんだろうけれど。やったやったやった。バタバタしちゃう。あー、ちょっといいじゃない。これ見えてきた150の壁。この次大事やな。欲とかいろいろ出たよね。ワンチャンいけんじゃないとか。え、これどう狙うと。誰か誰か教えて。私わからないねん。ダメよね、曲がっちゃうよね。ほらほら、強欲の塊。あはー、ストライクの後痛いか。私らしいっちゃ私らしいか。マジで9平で勝負だよ。私強くなる。もう裏でもいい。よし、これでいったやろ。150。
割れなくてよかった。よっしゃ、いったー、テンションが上がり、さあ、うそやん、完全に気抜けたな。うわ、もったいな、あれ取れば180いったのに。うわ、丁寧に行くべきやった。はい、というわけで投げてみたんですけれども、スコアの方が175点でした。イエーイ。はい、150の壁はね、クリアできました。なんかね、ダブルの後バスチャンピオンオープンにして、で2回目のダブルの後もですね、ちょっとね、あの簡単な残りピンをねミスったのがね、すごいもったいなかったかなと。特にね、最後の10フレなんかね、あれを取ってれば180台いけたのに。もうね、クリアして気が緩んでも最後までちゃんと投げ抜くっていうのをね学んだ気がします。まあね、今日はね150をねクリアできたので、それはねめっちゃ嬉しいです。イエイ、嬉しい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 。はい、ということで、はい、本日の配信は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。もしね、この動画がね少しでもよかったらね、150もね結構いい感じでクリアできたので、ぜひ高評価をください。はい、高評価とチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。あとインスタとツイッターもやってますので、概要欄にリンク貼ってありますので、そこから飛べますので、ぜひフォローもよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。チャンネル登録。